豊橋市芝浦区会ビアブルマリンズヨガラッコケンティさん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。千葉ドッテ会4番ライトケンジです。ピッチャー加藤隆二です。さあ、ということで、もう時刻はね、この1月1日お正月、2023年、本当ですね。年明けました。こんな時に放送するとは思ってなかったです、はい。まあ、という千葉ドッテ会として活動してます、はい。ケンジーと加藤隆二、この2人の番組もね、はい、今年お付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。って今年もあるんですかね。ありますね。もう2023年ですから今。ありがとうございます。ってことは今シーズンも話せるということでね。あ、そうなんですね。そう。ありがとうございます。まあ、思い起こせばこの番組去年のいつから始まりましたっけ。途中ぐらいですよね。途中です。そうですよね。はい、うん。から始まって、途中からシーズン途中から始まったんです唐突に唐突に始まって、うん、まあ、ということで2年、はい、2年目ということでね、数シーズン目突入の数シーズン目We Love Marines、はい。まあ、今日は一応正月ということなんですけど、はい、ちょっとロッテの話一回置いといて、はい、正月って加藤っていつも何やってます？いや、いつもね、大体大掃除して、うん、で普通に仕事してますよ。あ、そうか、仕事をしてるんだ、はい。僕はね、年越しはいつも仕事してて、そうですね、そう、はい、三が日は一応休みで、で一応毎年どっか旅行に行ってて、お、今年はまあ特に予定はあんまないんですけど、うん、去年行った正月三が日が、去年どこ行ったの？石垣島ですね。あら、まあ、はい、まあ、千葉ロッテマリーンズのキャンプ地、うん、2月なら今ロッテよりも先にキャンプインしてみたいな、キャンプインしてキャッチボールしてきましたね今年は負けないぞっつってそしたら成績は5位でしたっていう、はい、5位でした。だから僕はちょっと石垣島でキャンプインしないようにしようと思って、今年は。そうですね、うん、はい、やめといた方がいいかもしれない。やめといた方がいいかなと思って、はい、今年はもうおとなしく過ごす正月になるという、はい。まあ、こんな感じで、今年も千葉ロッテマリーンズの番組やっていきますので、はい、ぜひ皆さん、お付き合いいただけたらなと思います、はい。ラジオ聴いてる千葉ロッテファンの方はぜひとも、9人まではね加入できますんでね。リストマイクがちょっと今ピッチャーとライトが埋まってるだけなんで、他のポジションやりたいよって方はぜひともね、連絡いただければ参加できますのでお待ちしております。それでは1曲聴いていきます、4番ライトケンジーからのリクエスト、千葉ロッテミュージックです。サブロー二軍監督が現役時代に使ってました曲です。ゆず、栄光の架け橋。誰にも見せない涙があった人知れず流した涙決して平らな道ではなかったけれど、確かに歩んできた道だ。あの時思い描いた夢の途中に今も何度も何度も諦めかけた夢の途中、いくつもの日々を越えて送りしております。サブロー二軍監督が現役時代に使っておりました曲です。ゆず、栄光の架け橋。もサブロー監督がね帰ってくるのが僕嬉しくて。本当ですよね、うん、特にね現役引退されてから
コーチをやったということもないんですけど、うん、昨シーズンまで楽天のイーグルスさんの方のなんかドラフトとかのなんかその辺のアドバイザーみたいな、うん、そういうアドバイザーみたいな契約をね、うん、されてたみたいですけど、うん、いやこれロッテに帰ってくると嬉しいなっていう、で、うん、ツイッターも復活しましたからね、サブローさん。本当あの楽天の時はサブローさん何も強いってなかったんです、はい、それは何ですかね、何なんですかね、うん、本当ロッテに帰ってきたのでツイッター復活しますつぶやき始めて、あでもロッテに帰ってきたっていう表現をしてくれてるのであればありがたいですね、うん、そう、はい、いや本当に、まあ、サブローさんはね巨人に行って FA で帰ってきたっていうぐらい、ね、そう、はい、そんぐらいロッテ愛のある方ですね、はい、とても嬉しい選手だね、はい、二軍監督として戻ってきたんで ね、 そうですね、たくさんの選手を育ててほしいなと本当です願っております、はい、さあそんなことでね2023年入りまして、まあシーズンまではもうちょっと先なので、はい、まあ、具体的な話は今日はできないと思っています、はい、まあ、今日はあのファンとして、2023年の千葉ロッテの妄想していこうかなっていう、はい、もうそう言いたい放題で言いたい放題ですねどうなったらいいのかなみたいな、いやでもねこれね、うん、言いたい放題言ってしまうと、うん、ちょっとこの30分の時間枠では足りなくなってきてしまうのでそうなんですよ、うん、こうね何かにちょっと絞って、じゃあやっぱ核となる、はい、まあ、ピッチャーはい、そしてバッター、はい、まあ、野手ですね、はい、期待したい野手と投手、はい、お互い一人ずつ発表していきます。じゃあ、はい、そうしましょう、うん、まあ、一応去年の加藤さんの推しが山口浩輝でした、はい、で僕はもう例年ずっと平沢大河推しっていうことで ね、 そうですね、はい、今年も頑張ってほしいなと思うんですが、はい、まあ、じゃあ僕から言っていいですか、はい、どうぞ。2023、はい、頑張ってほしい選手、まずピッチャー、はい、種市ですね。うわー、そうですね。あ、やっぱこう背番号もね、うん、16に変わってからあまりね、はい、目立ったすごい活躍ができてないっていうところが、そう、ちょっとね怪我しちゃったりね、怪我しちゃったりとかで、そう、で種市が2023、はい、頑張って復活、はい、大復活遂げてほしいなっていう、はい、思います。で野手が、はい、まあ、ここなら本当ならあの平沢大河ってやっぱ言いたいんですけど、うん、それだとちょっと面白くないんで、今回は大河君は殿堂入りとして殿堂入り、はい、はい、和田光志郎君はね、お頑張ってもらいたい選手であげたいなっていう感じですね、はい、僕は。里崎智也さんの里崎チャンネルでよく和田光志郎君ね話題に上がってるんですけど、今の使い方じゃもったいないと、和田光志郎が、うん、一軍にいるんだけども、こう試合終盤のピンチランナーで出てくることばっかりだと。そうなんですよ。で2022年も打席が和田光志郎くん30打席も入ってないぐらい、そう、そんぐらいですね。それがねもったいなさすぎ、それだったら経験積ませるために二軍でバッティングの経験をさせた方がいいんじゃないのか、うん、うん、いう話はね里崎チャンネルでよく言われてましたけどね。そう、まあ、足のスペシャリストリストとしているっていうのは確かにね、うん、めちゃくちゃ心強いんですけど、うん、まあ、その足のスペシャリストを、うん、荻野選手が、まあ、そろそろいい年になってきてるんで、はい、37、はい、その辺、うん、まあ、足が衰えてない前提ですけど荻野選手も、はい、その辺と入れ替えることができたら、まあ、和田君もやっぱ若いので、はい、頑張ってほしい選手でもありますね。そうですね、そう、はい、まあ、やっぱ足でいうと盗塁を取れる素質ありますから、そう、その時もほぼピンチランナーみたいな感じで、うん、はい、出てただけなのに、そう、ピンチランナー出ても盗塁王になりましたからねそうそうそう、2021年、うん、やっぱセンスがあるんですねやっぱ野球の、はい、だからこそやっぱ1試合通して活躍できる、はい、そんな選手になってほしいっていう、そうですね、願いを込めて、うん、あと僕足が速い選手好きなんで、はい、結局は、うん、まあ、センターに高部明人選手が入って活躍して、はい、で今レフトに荻野選手います、はい、で、まあ、ライトに、まあ、山口浩輝選手とかいるかなと思いますけど、はい、うん、まあ、そのやっぱ外野っていうのは僕足が速い選手がやっぱいてほしいので、はい、まあ、レフトに和田くんっていうのもちょっとどうかなと思うんですけど、使い道がねポジションが難しくなってくるんですけど、なんとか今年頑張ってほしいな。そうですよね、まあ、山口浩輝くんは内野もねファーストぐらいからできますからね。そう、山口浩輝くんはそうファーストに行ってほしいなっていうのは個人的な気持ちですかね。そうですよね、うん、だから佐藤俊也選手が
ッチャーじゃなくてファースト入る時もあるし、うん、それあの対戦相手のピッチャーが右左でこう、ね、あの山口幸喜君と右左分けてとか、その時々の調子で分けたりね、うん、するかもしれないですけど、そう、うん、いやけどまあ、うん、期待はしていきたいのが和田君、ね、ですね。加藤さんは誰です？私はピッチャーで言うと、うん、まあ、佐々木朗希君は、まあ、当然頑張ってほしいんですけど、うん、佐々木千早投手、ああ、そっちの佐々木ですか、うん、佐々木千早、うん、このダブル佐々木はね頑張ってほしいなと、うん、今となってはそっちの佐々木と言われちゃ う, っていうそっちのじゃない方の佐々木みたいなねあの言われてるんですけど、うん、それこそドラフト1位をね競合した投手ですからね。そう、先発で、ね、佐々木千早投手投げてた時はそのあんまりこういい成績残せてなかったんですけど、うん、それこそ、吉井今監督になりましたけど、はい、ピッチングコーチだった時に7回あたりのセットアッパー で, で、出したらものすごい調子が良くなって成績良くなって、うん、はい、そんなに球も速くない、変化球の球種があるわけでもないんだけども、このズドンとくる球がなかなかバッターが打てない、うん、1イニングだけだとなかなか打てないっていうのを吉井当時のピッチングコーチが見出して、うん、で、ね、フル回転で使ってもらったその次の年にちょっとね金属疲労じゃないですけど、はいはい、ちょっとね、調子を落として去年一昨年とで去年のね、2022年の終盤に出てきてちょっとずつまた挽回してるんで、うん、23年は、ね、開幕からやってくれるんじゃないかな、やってほしいなと。いや、やってほしいですよ、うん、ピッチャーはね、うん、そうなんですよ。でもう一人ね、野手で行くんだったら、はい、これはね皆さんそうだと思うんですけど、やっぱりね福田周平さんまあもう、ね、福田周平さん福田周平さん期待していきたいですよね。まあ、FA で取ったちょっとね頑張ってもらいたいFA で取ったに しても、うん、全然試合で見てる回数が少ないという周平さん。そうなんですよFA で、ね、大型契約でこう、はい、4年だとかって、ね、言われてますけど、まあ、一応今シーズンが一応4年目、ね、ラストのシーズンなのかなみたいな契約的には、はい、でね、あんまり、うん、お金のこと言いたくはないですけど、うん、結構なこうね、千葉ロッテマリーンズの中では結構な年俸をもらっていらっしゃるともらってますよいうことを言われてて、うん、でネット上ではね、それだけの給料をもらって何をやっとるんだということをずっと3年言われそうですね、何やってるんですかね。契約最終年のこの2023年頑張ってほしいなと。3年間で、うん、まあ100試合も出てないっぽいですね。そうそう、合計でね、うん、はい、80試合90試合ぐらいしか出てないっていう、うん、そうなんです。ネットでよく計算されますからね、1打席1億何円みたいな。そう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 ピッチャーだとね1球何円みたいな、ね、1球何円とか、うん、めちゃくちゃ割のいい仕事しとるぞみたいな。そうそうそうだから福田周平選手って同姓同名でね、うん、オリックスバファローズにも同じ名前の選手がいますけど、ね、あっちはね、オリックス日本一になって、うん、ね、活躍してましたけど、こっちもまたじゃない方の福田周平みたいに言われてるので、本当ですよね。今年はね本当にね頑張ってもらいたい。ね、あんまり大きい声で言えませんけど、ソフトバンクホークスのね選手のインスタにねのこのこ出てくる場合じゃないじゃん言っちゃったソフトバンクからもともとね来た選手ということで ね、はい、でね、ソフトバンクの選手と仲がいいみたいで、はい、うん、見たんですね、うん、仲がいいことはね、うん、いいと思います。これはね否定しません活躍してよっていう話ですね。そうです、はい、活躍してもうこうロッテともこうなんですか、より打ち解けて居づらいんでしょうね福田周平選手も。なのかな打ち解けてないのかな、やっぱこう試合に出れてない、怪我も しまくりみたいな。そうだからね、じゃあ千葉ロッテの選手のインスタに福田周平選手が上がってってるかっていうと、そうでもない、まあ、見ない、福岡方面でよく登場しておられるようなので、うん、いやいや千葉の選手でしょと。そうですねまあ一応契約では多分ラストシーズンだと思うんで、そうです、ね、大活躍して、うん、これ、うん、あくまで期待を込めて言ってる話なのでちょっと誤解を招くような発言も一部あったかもしれませんけど
はい、まあ本当期待をしてるからこそ話題に出るってことですね。そうなんです、ね、期待してなかったら話題にもならないですから。そうなんですよ、はい、じゃあ期待を込めて、じゃあ加藤さん、次のこの加藤さんからのリクエスト、千葉ロッテミュージック、はい、お願いします。私からのリクエスト、ここで1曲ですね、はい、ワッチで歌にするから。黙って伝えてしまえばきっと途中で照れくさくながってさ、キャッチボールうまくいかずに届かないまま終わりそうで、歌にするから笑って聞いて好きなように受け取って、あなたの笑顔に救われた夜がある、あなたの涙で取り戻せた僕がいる、あなたの言葉で湧いてきた勇気がある、あなたの光で気づけた罪がある、あなたがいたから、あなたといたから、今日もここにいる。さあ、ワッチ歌にするからお送りしております。はい、これもね、加藤さんの気持ちのこもった一曲ということで、ね、そうなんです、まさにこの曲があの福田周平選手の登場曲になってますね、うん、はい、はい、まあ、あの本当に僕たちからの応援歌ということでね、あのね、いい曲なんですよこれ、本当に本当に、うん、本当にいい曲なんですよ、あのぜひとも本当に期待を背負って頑張ってほしいなっていう、はい、そうですね、怪我しやすいんでね、無理はせず、そうなんです、そこだけ、そこだけ気をつけて、はい、思います、はい、まあ、ということで振り返ると、まあ、ケンジブリッジ的にはピッチャー期待したのは種市復活してほしいなっていう、はい、で野手では和田くん、はい、もっといい選手になると僕は思ってます、うん、で加藤さんも推しが佐々木千早、はい、で福田周平、はい、となっておりますが、うん、あのじゃあ2023年のシーズンどういう選手がこうラインナップでスタメン組んでいくのかなって考えたいなっていう、はい、思います。千葉ロッテのファンクラブの会員が選ぶ2022年のマリーンズ MVP、はい、各ポジションで、うん、あの発表されまして、はい、これを見るととてもね面白くて、まずね発表されました先発、はい、佐々木朗希投手、これはもうね、うん、あの今納得です、納得ですよね、はい、はい、で中継ぎ東條選手、はい、これもね今シーズン、うん、あーごめんなさい2022年シーズンだとね、うん、はい、納得です、納得で抑えオスナ、はい、そうです、納得ですねこれもね、はい、そうですね、はい、2023の抑えは誰になるんだろうかって前またオスナ取られたよソフトバンクに、デスパイネ取られた時と同じ感じで、そう、うん、さあ、あのいきますかね、じゃあキャッチャーは松川虎、はい、でファースト山口浩輝くん、お山口で、セカンド中村翔吾、うん、翔吾で、サード安田、うん、さで、ショートが茶谷、おで、レフト荻野、はい、センター高部、安定、ライト山口浩輝、BH 山口浩輝っていうね、あの2022年マリーンズファンクラブが選ぶマリーンズ MVP っていう、ちょっと待って、同じ名前3回言いませんでした今千葉ロッテマリーンズには山口浩輝がとても必要なんですっていうのが分かる結果でしたっていうまあ実際そうですよね、そうですね、2022年の活躍を見ると、はい、うん、未来の千葉ロッテマリーンズの長距離4番バッターと言われる和製大砲ですから、はい、うん、まあ、これを見るとね、まあ、確かにまあピッチャー、まあ、先発の佐々木朗希、まあ、中継ぎとか、まあその辺は分かりますね、はい、抑え問題がこれまあいきなり突入ですね、いや本当そうですよ、うん、オスナー投手が、ね、めちゃくちゃ良かったですから、ね、いやこれはね本当に痛い、うん、うん、本当残るような雰囲気がめちゃくちゃありましたからね、そうそうそう、デスパイネの時も一緒ですね、うん、なんかねマリーンズファン愛してます的なコメント残してね、そうそうそう、そしたらそれは社交辞令だよなんて本当だよ言われてて、デスパイネの時なんて今すごい思い出しちゃいましたわ、あの球団の警備員してる はい、おっちゃんと写真記念写真撮って、はい、千葉ロッテが大好きだみたいな写真を上げててでソフトバンク行っちゃいましたからね球場にいるスタッフのことも愛してくれてるデスパイネが
出ていくわけないと僕は信じたのに。いやそうですよ、うん、まあそういう、まあ、プロ野球とはこういうことなんですよね。まあ本当けど、まあいい外国の抑えの投手になるような選手がまたいたら今シーズンまた取ってほしいなと、ね、そうですね。なんかそういう中ではね、うん、ジャイアンツにいた、ね、はい、あのメルセデスとかメルセデスフランコを取ったということなんで、はい、うん、あとはねこう右の大砲の外国人とかね、そうですね、見てくれるといいかなと思いますけど、うん、このポランコに関しては、うん、あのそれこそ僕の大好きなサブローさんもですね、はい、ツイッターでも太鼓判をしてまして、へそう、あの3年前とかにあのサブローさんパイレーツのキャンプに行った時に初めて彼を見て、うこういう選手が日本に来たらいいよねって話をしてたら今回ロッテに来てくれて嬉しい、おお言ってたんで、そう、サブローさんおすすめなんで、もう僕第一注目ですねポランコは。あ、じゃあ、うん、ね、大丈夫でしょう。あの、うん、ニュースなんか、まあ、佐々木朗希から巨人の在籍時代に2安打したとかね、はい、ニュースになってましたけど、うん、そうですね、うん、このポランコ選手が、まあ、この指名打者、はい、あのさっきかぶってましたね山口浩輝君の指名打者、はい、あ、ここに入ってもらってね、ここに入ってもらえば、うん、ポランコ選手が入ってもらえればいいのかなっていう、はいはい、でまあ、キャッチャー松川こう、まあ、この辺はキャッチャーは、まあ、あの日替わりじゃないですけど田村選手、そうなんか、ね、23年は田村が、ね、うん、復帰って言ったら変ですけど、うん、ね、怪我も治って、ね、だいぶ治って、うん、で佐藤俊也松川こう、ね、田村、この3人のキャッチャーでね、うん、そう、そう、その後にまたね柿沼とかいますんで、いますからね、まあ、そうすると加藤拓磨がね、あ、あの、うん、やっぱね、無償でトレードドラゴンズにね帰りましたけど、ったのはそれはそれで正解なのかなと、うん、まあ、サッカー的でいいですよね、レンタル移籍だったみたいな感じでね、うん、そのレンタル移籍とか完全移籍とかなんかいいのとかってあの正直あの野球好きの私からすると思っちゃうんですけど、うんうん、まあ選手のことを思うとね、あの出れるところに行って、うん、まあね、そうですね、その元のチームに出れるようになったら戻るというのもいいのかなとはね、はい、うん、思いますけどね、まあ、キャッチャーはまあ3人体制、はい、まあ誰、まあ、将来的には松川幸君がね本当に張ってくるとは思いますけどね、本当ですね、そうですよね、うん、でまあ澤田が安田、はい、まあ、これはまあ変わらずですよね、うん、頑張ってほしい一人ですよね、うん、でショートに、はい、茶谷がこれはねベストメンバーで選ばれてますけどねえ、うん、まあ、これあの茶谷は2022年シーズンの昨シーズンの後半の印象が強いんですよ ね、 これねってことですね、前半はねエチバリアとか藤岡で回してましたけどね、うん、はい、まあ、多分結局のところはこう茶谷選手のこのなんていうんですか、年齢もあって期待がとても多かったのかなっていう、そうですよね、若いっていうね、このメンバー見るとみんな若いですからね基本的に、本当そうですよね、うんうん、でこのショートのポジションに平沢タイガー君が、はい、ごめんなさい忘れてました、はい、そうでした、はい、彼はね一応あのショートでやっていきたいって言ってます、はい、彼何歳になるんですか平沢大河、もうでもいい年で30手前ぐらい、あ、まだ若いっすよ、25歳、ごめんなさい、2023シーズンで26歳だまだまだじゃ全然いきますね、そうですね、うん、全然いけるっつうか、うん、もう、まあ、もう出てこないと やばいっすね、もうそろそろ出てこないと、うん、あれだよ現役ドラフトなんて、あ、ね、ありましたね、現役ドラフト、現役ドラフトに確かにリストに入ってんじゃないかっていうね、うん、ちょっと噂にもなったりしたんで、ね、現役ドラフトをちょっとあのこの番組で触れるの全然忘れてましたね、この番組の放送日とちょうど間に、ね、間で、ね、盛り上がりがあったんで、そう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 でこの放送に関してはもう2023の話してますから、そうですそうです、はい、ドラフトのことすっかり忘れてましたね、いやけどまあショートはまあ本当、はい、まあ、ロッテの課題ですねこれは、いや本当そうですね、うん、やっぱり野球はねセンターラインが大事だっていう、うん、そのセンターラインのショートがねしっかりしないと、うん、やっぱりね強くならないよ、ソフトバンクの今宮みたいなのが一人一人ね柱がいてくれないと、やっぱ強いチームにはショートいますからね、そうだからね、うん、パリーグで他の球団見てみてもね、今宮とか源田とか、うん、源田、そう、あのねいい選手がねショートにはいるんですよね、そうなんですよね、うん、でセカンドが今年 FA 権持ってましたが、はい、中村翔吾残ってくれました、はい、
いや本当に嬉しいです。嬉しいです。結婚の発表もあり実は去年結婚してましたとかっていうねものすごい発表してましたけど、うん、これこれで今度特集組んでも面白いかなと思いますけどどういう特集中村翔吾の謎に迫る。謎に迫る本当にウィキペディア情報だとめちゃくちゃ謎な情報しかないんで本当にまた今度特集したいなとは思います。そうですね、はい。まあ、このセカンドは中村翔吾選手が、はい、まあ、春として、でファーストに山口浩輝君が入って、はい、で外野に行くとライト山口浩輝君、ここがどうなっていくかですよね。やっぱ本当ですよ、一塁線が山口浩輝っていうファーストかライトかどっちかが山口浩輝、山口浩輝、うん、まあ、ここにね、ここにというか、DH ね、はい、ポランコ入って、外野に岡博美とか、岡博美、まあ、岡選手も僕大好きなんですけどね、そのあたりがね入ってきてくれると、うん、でも期待度でいうとやっぱこの藤原恭太選手行きたいんですけど、うん、ライトなのかっていう、そうですよね、うん、っていうところが、はい、その辺もプロの目線じゃないと特性が分かんないんで、そうですよね、うん、そのあたりはねどう判断されるのか分かりませんけど、うん、まあ、そういう意味で言うと、ね、マリーンズの外野も結構いい選手がねいるんですよね。そう、いい選手いるんです、正直、うん、外野に関しては、うん、毎シーズン、うん、毎年いい人がいるんですよ、うん、そう、途切れたことは多分ないんです。そうそうそう、だから素質的には今ここで名前上がってない中でも角中とかね。あ、そうなんですよ。そう、うん、ね、名前がどんどん出てきますからね。はい、角、うん、中とか、まあ本当にそうですね、うん、まあ、菅野選手もそうですからね。そう、うん、ね、菅野もファーストとかもね内野もできますから、できますから、うん、外野に関してはそう、まあ、この山口浩輝くんがこう3人選出されてる中、来年はどうなるのかっていうのがやっぱり肝なのかそうですね、うん、もらいたい。そう、センター高部、まあ、レフト荻野、うん、これやっぱ埋めるとしたらライトに山口浩輝ですか、でファーストに佐藤俊哉入れて、うん、DH にポランコ、うん、が一番良くなってくるのかな。まあそうですね、現状、うん、まあそこに藤原恭太くんが外野でこうどっかに入ってくるのか、うん、21年22年のシーズンで岡博美のね、うん、ファインプレーっていうのがね、ちょっとね印象にちょっと私残りすぎてて、はい、博美ナイトなんて言われたその、はいはいはい、サヨナラホームランとか欲しい時に1本カツンと打ってくれるというイメージがありますね、本当にもう大期待です ね、 本当ね、本当ですよ。そう思うとやっぱこう今回名前の上がらなかった選手もやっぱちょっと時間の都合上いますがロッテは期待できる選手はめちゃくちゃ多い、本当にね多い、うん、やっぱいかにどう生かしていくかっていう、あとやっぱもう本当に、ね、監督コーチの、うん、ね、そうとのつながりになってくるんです、ね、はい、まあ、今年はもう吉井監督に代わり、うん、コーチもだいぶ変わって、そうですね、ジョニー黒木戻ってきて、はい、日ハムから金子誠も来て、あ、本当だ、そうだ、そう、うん、守備の名手小坂と金子誠がいますから、ね、あ、そうですよ小坂誠コーチもね一軍に来ましたからね、そうそうそう、ダブル誠対戦ですから本当だでも楽しみな2023年シーズンになりますね、はい、楽しみです、はい、まあ、放送も早いものでこれで終わりの時間なんですけど、はい、じゃあ今年の抱負、新年の放送、僕今年の抱負を言って終わっていきますかね、はい、じゃあ2023年、千葉ロッテマリーンズ今年の抱負、まあ、個人的には現地の試合に見に行くっていうのがまず抱負ですね、はい、そして日本シリーズを見に行く、はい、これが僕の抱負ですね、はいはい、加藤さんは。私は昨シーズンも何試合か現地に見に行ったんですけど、はい、今年も10試合以上は見に行きたい。いいっすね。仕事も頑張るから見に行かせて見に行きたい。クライマックスシリーズと日本シリーズも見に行きたい、うん、行きたい、はい、ダブルで行きたいってことだね。これ抱負じゃないな、でも行きたいって言ったら短冊と勘違いしちゃいましたね、ごめんなさい僕たち七夕と勘違いしちゃいましたね、はい、まあということでね、千葉ロッテマリーンズ僕たちを日本シリーズへ連れてってということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。
さあということで、We Love Marines、 この時間は、4番ライトケンジーとピッチャー加藤龍二でした。良いお年をって言わないですもんね。なんて言うんですかね、今年もよろしくお願いしますですよね、はい、さあということで皆さん今年もよろしくお願いします。